皆さんこんにちは。映画見ちゃいました。見ちゃいましたね。ついに見ちゃいました、はい。予想以上に面白かった今回 X-Men のアポカリプトだっけ、ね、の最新作をね、うん、アポカリプトどういう意味だろう、よくわかんないんだけど、よく出てくるからアポカリプト、まあよくわかんないってことで、ちょっと見てきました、はい。で非常に面白かったんで、ちょっとぶっ飛んじゃったね、うん、久しぶりにね、そんなに期待してなかっただけに、うんうん、これほど面白いかなってのがあったんだけど、で予告編もねほとんど吹っ飛んじゃって、うん、せいぜいゴーストバスターズと予告編は何だって、もう一つはなんかファンタジー系の変なモンスター系のやつが、特殊な猫が行く学校、まあちょっと変なのね、うん、なんていうの、すごい後ろに、そう妖怪みたいな、日本の妖怪みたいなね、首の後ろに口のある少女とか、まあそれはいいんだけど、今日語るのは X ね、あっちも妖怪みたいだけどね、うん、さあということで久しぶりじゃなくて、まあ最近ちょっとようやく見れてきたことは5月かなってことで、うん、行ってみたいと思います。いいかな、はい、それでは X メンを語るジョリーに首ったけ、イエイ。私 X マンね、私初めて面白いと思った、うん、今までなんか見るタイミングも悪かったし、ね、うん、タイミング逃して1を劇場で見てないから思い入れがまずないっていうか、モチベーションがまずない状態で、はいはいはい、最初劇場で見たのが2だか3だか途中を見たから、そうね、というのはね、 X 年って今までね全部続き続きのね、うん、連続があって、例えばなんだろうな、ちょうどね、そのキューバ危機の時の乗り切ったり何々をしてってつながったのが、うん、今回はその延長線で上でありながら一つのちゃんとしたストーリーが出来上がったんだよね、うん、そうだからね、分かんなくても、うん、あれからスタートしても、そう決してなんか、ね、十分だね、ついていけるというか、ちょっとネタバレだけどね、うん、ちょっとあんまりしないようにするけど、うん、ネタバレするけど、結局最初にもうその敵っていうものがはっきりしてて、うん、エジプトのなんかさ、大昔、今BC の、うん、要するにビフォアセンチュリーのね、3600年の時に、なんかエジプトのなんかすごい王様みたいなのがパラオがいて、うん、それがイモータル不死になるために、なんか一人の不死の男に乗り移るんだよね、うんうん、ところがそれに反乱する人間たちがそれを葬り去ってしまうと、うん、それがたまたま偶然3600年後に発掘されたってハムナプトラみたいな話、うん、起こしちゃったんだよね、うん、なんかね、そうで、そいつは例えばそのミュータントを知る能力があって、要するに紀元前3600年前のミュータントみたいなおじさんなんだけど、うん、でそれがね、うん、はぐれてるミュータントに一つ一つ特殊能力を足していくわけだ、うん、ね、うん、そしてたまたまストームね、その当時まだ X-Men の仲間に入ってなかったストーム、うん、でこれね、新人の役者なんだけどね、街で泥棒とかしてたよ、うん、そう、それをちょっと強い力つけてやったりとか、あとマグニトーまで連れてきちゃって、うんうん、であと謎の変なさ、鞭を打つ女、うんうん、あれがちょっと分かんないんだけど、でそういうのとかね連れて、要するになんかこの世界を征服しようとすると、うん、で核兵器を全部無能にしちゃって、無効にしちゃってね、宇宙に葬り去っちゃったりとか、決してなんか悪いことやってるような見えなかったんだけど、うん、まあそんな中 X-Men との全面戦争になると、うん、でやっぱり一番欲しかったのはそのなんだろうね、エグザビアのね、プロフェッサーのそういう、うん、あれを見極める能力、人と会話できるとかあれが欲しくて、それに乗り移りたかったんだけど、うん、まあそれをみんなで阻止したっていうね、うん、でやっぱりハゲた理由が分かった、ね、そうプロフェッサーがなぜハゲたか分かったね、うん、なんで髪の毛なくなったのかっていうのが、うん、あそこでなくなったんだっていう、うん、あそこら辺はねなかなかしっかりしててね、ストーリーもいいし、うん、でアクションもいいしね、うん、あとねなんだろう、俺ねやっぱり絶対比べちゃうのがやっぱり、うん、アベンジャーだとか、うん、要するに、ね、キャプテンアメリカね、うん、同じキャラクターがたくさん出るんだけど、うん、最初からさ、X-Men ってあの中にいたキャラクターと寄せ集めだからさ、うん、違うんだよね、フォーカスなんて無駄がないっていうか、うん、みんなちゃんと役割がしっかりあるから、なんか、うん、なんだろうな、キャプテンアメリカってただ無駄遣いだった感じがして、そう、ねうん、飛行場みたいで戦う時も なんかなんか無駄なんだよね、戦いがね、うん、だからキャプテンアメリカをけなすわけではないんだけど、やっぱ難しいからさ、その英語がね、うん、だけど今見る限りではどう考えても、うん、X-Men面白かったね、あと英語もそんな難しくないもんね、うん、あと字幕がついてて英語の、うん、要するにロシア語だとかドイツ語だとか、そうエジプトのもういろんな国の言葉が出るから、いやー、それにしてもさ、ブルバリンも出てきて、ブルバリンあっても走って逃げて去っちゃうんだけど、ね、そう、動物がいるとか、あとロバート・ダウニーも出てたね、うん、ジュニアのお父さんがね、核ミサイルが飛んでくるとか見てて、そう、怖いとか言って、はい、そんだけそうそうそう、まあでもね、本当に撮影もいいし、すごい良かったね、うん、あと一つ一つのね、なんだろ、X-Menのキャラクターが立ってて、そうなんだよね、うん、私たちは X-Men だって最後終わって、時間に、ね、次に続くのね、うん、いやーやばいですよ、次に、なんかやっぱりさ、その、なんだろう、ストライカーっていうね、科学者、うん、要するにブルバリンを作ったっていうかさ、アマダなんとかを入れて、鋼鉄にした男の、まだ若い頃ね、うん、あれがなんか新しい、まだもう一個作るみたいな形で終わるんだけど、うん、だからこのシリーズはね、テレビシリーズみたいにどん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 いろいろ繰り上がっていくから、面白い。
うん、で役者がいいね。で驚いちゃったのはさ、なんだろう、青色の女の子がいるじゃん、ハンガーゲーム、ハンガーゲーム出てる子なんだよね、あれね。で、あれハンガーゲームより役者がうまいんだよな、そこの方が、あっちの方が合ってる感じするね、うん、あそこ見た時には、うん、あ、この役者やるなと思ったし、うんうん、で、みんなやっぱりあの俳優がみんなね、いい、何かしかの俳優でみんな魅力的だ ね、うん、すごいね、うんうん、と思った。それでね、ちょっと一回ね、あの外れる話なんだけど、うん、で、今回本当に面白かったから、要するにあの CM あんまり覚えてないんだよ。で、強いて言えば、ゴーストバスターズ、なんで覚えてるかって言ったら、ソーの、あのね、あの、世の主人公のさ、あの神様が出てた、ね、そう、神様が、なんかこう、眼鏡かけた男の子の役で出てて、白衣着て出てたね、うん、こんな役もやるんだって感じの。そうそう、でも、あの、やっぱり、ね、役者ってハリウッドすごいね、うん、今ね、俺ね、その後、例えばさ、見終わった後ね、あの帰ってきて、あの自分で、今度はね、日本の人狼ゲームって見たの、一番最初の作品じゃないかな。で、あれはあれでよく頑張ってんだけど、もうしょぼすぎる。やっぱ豪華さっていうとさ、あの面白いけど劇場で絶対見たくないね。やっぱ大画面で見なきゃいけない。 YouTube の画面でいいんだよ。そう、うん、飛行機の中のさ、画面がちょうどいい映画かもしれない。そうそうそう、うん、でもあれは久しぶりに本当に面白かったな。うん、なんだろう、ストーリーも展開もはっきりしてるし、で最初やっぱエジプト出すのなんかずるいって言ったら、あれって問題ね、エジプトね、いや、いい、うん、いい意味でずるい、うん、やっぱエジプトが出てくるとおーって最初こう、そうね、うん、なるほど。まあ何でもいいけど、その敵は強かったね、すごい強いんだけど、うん、イムホテップみたいなやつね、うん、なんであれ逆転しちゃったんだっけ、あれが出たんだ、 あいつあの女の子ジーン、うん、あのジーンってのはまあ、ずっとね出てる女の子でね、うん、2シリーズの時にあのみんなをかばってさ、なんだろうな、要するに飛行機を、うん、要するにジェット機をさ、あの空中に飛ばすために死んじゃって犠牲になって、うん、3で出てきてね、うん、湖のそこから見っかっちゃって、実はちょっとサイコみたいになっちゃってて、みんな仲間を殺して、最後はマグニトと一緒にアルカトラスにこもって大変なことになっちゃうやつなんだけど、うん、で、やっぱりブルバルに私を殺して、もう私はね、生きてたくないって言って最後死ぬんだけどね、うん、そのジーンが若い頃出てきて、うん、役者もね、いいんだ、うん、で、前のジーンは年齢的にもったいない、こんなに長いシリーズになると思わなかったのか、やっぱりね、うん、3あたりになっちゃうとね、おばさんになりすぎちゃって気の毒なんだよね、うんうん、そんな印象ないんだよね。だからその点ね、すごいなと思ったのは、みんなあそこら辺のメンバーってすごい年になってんだよ、うん、はっきり言って、やっぱり有名なところではさ、もともとのストーンもいるじゃない、うん、あれなんか007にも出て、うん、キャットウーマンにも出た女の子だけど、あれなんか54でしょ、うん、だからもう使えないじゃん。で もっと老けてんだよな、見た目もね、うん、だからそれの中で新しいのに変わったんだけど、やっぱりそのジーンが強いね、うん、あれがいたから、要するにエジプトのやつやら、もうマグニトも全部戦っても勝てないんだから、すごいよね、うん、なんか中に入ってくんだよね、なんかその敵の意識の中に入ってやっつけるみたいな、うん、すごかったね、うん、まあ、あの映像的にもいいし、ストーリーも面白いし、うん、はっきり言って X-Men ファンにはたまらないって感じじゃないかな、うん、で一応ブルバリも出てきたし、うん、X-Men 好きな人だ、さらにあれは、うん、面白いだろうね。だからこのままだとあと一作はあるって感じじゃない、うん、でストーリーはもともとマーベルコミックの中にあるやつだからね、うん、ストーリーはちゃんともともと持ってるから、うん、マーベルコミックをもう見る気はしないけどさ、映画だけで済ましたいけど、そうだね、うん、なんかあえて私ね、そのコミック見ようとは思わないな。そうね、やっぱり絵がいいね、絵に惹かれないっていうか、これからずっとハゲになるんだよ、あの人、ね、そうだよね、うん、ね、あと、まあ、まだマグニトーとも仲いいしね、でマグニトーはもうかわいそうにね、うん、最初は母親が殺されちゃって、その後は今度は子供と奥さん殺されちゃって、うん、だからそれの恨みがあるから、もう今どうしようもないと、人間とか、うんうん、まあ、もちろんね、その普通のヒューマンに対しての許せない感情っていうのがあるんだろうけど、うん、やっぱりそういうところもよく分かったし、面白かったね、うん、あと新しい新キャラがみんなね、面白い、やっぱり、うんうん、で定着したね、前のキャラクターからようやく今目から光線出るやつもはっきりしてきたし、うんうん、あれもちゃんと出てきたしね、うん、でそのうちやっぱり死んじゃってるキャラみたいな、それの兄弟、胸から光光線出すやつは、なぜ死んじゃったか分かんないような死に方しちゃったけど、あのまま、あの人死んじゃったんだっけ、死んじゃったんだよ、うん、まあすごいわ、うん、まあそんなわけでね、みんな戦ってもなかなか勝てなかったエジプト のイムホテプみたいなやつが強いってことで、ね、でも最強はやっぱりジーンなんだよ、うん、3でね、やっぱりもうアルカトラス一つ、もうサンフランシスコの街全部ダメにしたぐらい強かった。すごい強かったね。ジーンです。うん、まあそんなわけでね、X-Men 見ました。で、まだまだね、もちろんね、来週以降もね、面白いな、要するに Now You See Me の2があるし、いろいろインディペンデンスデーもあるし、これからが楽しみね、アメリカですから、うん、またまた報告します。はい、というわけで、みゆちゃん、映画って楽しみですね。はい、どうもありがとう。それでは時間です。さようなら。
どうもじゃあね、バイバイ。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。